アメ鉄です。今日はこの自粛生活が始まってから、まあ、インスタライブとかいろいろやってたんですけど、僕は料理とか美味しいかどうかは別として好きなんでいろんなものを作ってたんですけども、大学時代に結構バイトで韓国料理屋さんでバイトした時期がありまして、なんかそういったものを作ってもらいたいな作ってもらいたいなっていう意見が多かった時期がありますので、今日はですねチヂミを作っていきたいなと思います。はい、その前にじゃあちょっとだけ入れます。本日はこちらのおたふくのチヂミもちもち食感2人前でやっていきます。材料なんですけど、ニラ、玉ねぎ、豚肉、ブラ肉、バラ肉ってあるんですけど、今日はニラと玉ねぎだけでスーパープレーンなチヂミを作っていきたいと思います。レゴー。はい、こちらに用意したのが説明書通りにこうなんかした、種と、今日はニラと玉ねぎでやっていきましょう。はい、これなんですけど、このスルメイカとか生のやつとか、まあ、冷凍でもいいんですけど、スルメイカをこう入れるとよりいいです。もうこれ混ぜます。はい、はい、って感じでねやっていきましょう。要はニラですからね、もうニラだぞっていうところでやっていきます。この種を焼くっていうよりはこの具材に絡ませて具材を焼いていくっていうようなイメージがいいと思います。はい、チヂミをやっていくぞっていう、まずはそういう強い気持ちが大事だと思います。そして必要なアイテムなんですけど、こういったこうちっちゃいフライパン、ちっちゃいフライパン、このサイズでチヂミを焼いていくぞっていうイメージです。はい、あとこれですね、これごま油入ってるんですけど、こういったもの、こういったものがあると非常に便利ということが後で分かってきますので、こういうものも用意していただくといいかなと思います。さあそれでは調理に入っていきます。強火がいいですかね、怖いなっていうのは強火にしてください。油を引いていきます。ほらもうペンク結構多めでいいです。ごま油やっていきます。このサイズが縮みになるぞっていうサイズでやっていきます。なじませていきます。ごま油にいい香りしてきた。でこう油がこうトロトロだったのがこうゆるゆるになって楽しいぞ楽しいぞっていうぐらいになった時に、こうこのボールからいったらいかんですね。お玉にとって最初はどういくと、これです。はい、これなじませていく、なじませていく。いやうまそう。はい、で側こういきますね。で側から焼いていくんで、ここでいけるところでは1分強火にしてください。はい、そしたらまずこれですね、ゆるくなってるんですけど、最初に油をやっぱ強めに引いたことによって周りからこうしっかり固まってきますんで、ここまで来たらもう一回ごま油を周りに行ってください。もうこの時点でバカ用です。はい、懐かしい。こんな感じです。そうですね、さすがに強火すぎて家庭用コンロだとピーとか言いますけど、これ大丈夫ですね。とにかくその外をカリッとさせて中をもちっとさせるのはもうこれが一枚です。硬いですかね。ここの状態、もうずーっと動くという一切張り付かない。いいかな。ガスコンロってこうなるんで外からこう火が入るんですけども、適してますよね。ちょうどいい大きさなんですけど、ひっくり返します。こんなでかいのしかないんです。もうちょっと煙出るぐらいでも大丈夫です。かなり硬くなってるんで抜けてもらって、ほんでほら、はい、そしたらもう一発入れます。これ
ごま油ちょっと多めでさっきよりも、はい、でグッと押していく、グッと押していきます。うん、で中が生か生じゃないかすごい不安だと思うんですけど、そういう場合はこういうカッ、なんかちっちゃい方ちょっとでこう切り目入れてもらってからこうしてもらうと、もう大丈夫ですね。生焼きだとここから生のやつ出てくるんで、まあ、中火ぐらいでもいいかもしれないですね最初は。一気にいった方がいい。そしたらもう一回ひっくり返します。はい、ほら沈みできた。ここからですけど、もう一回ごま油ピーってして強火にして、はい、はい、ひっくり返してもう一回焼いてやると、空気をどんどん抜いていきます。いきましょう。もうこれもですからさっさっさと、ね、こんな感じです。はい、そして切ります。ういっ、こんな感じですね。周りがこうザフっていう感じですよ。最高。切っていくとニラの香りが出てきます。美味しいです。チヂミできた。美味しそう。ありがとうございます。はい、それではね、食べていきたいと思います。パリッパリなんですよね周りが。バカ野郎ですね。とにかくこの焦げても、焦げたら焦げても美味しいですけども、惜しみなく油を使ってこう強火でガーッていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。うん、まな板のままいけますから。はい、いただきます。うん、おいしい。お家でチヂミ、ありがとうございました。阿部哲でした。